福山光平です。今回はですね、神奈川県の津久井湖という湖にワカサギ釣りに行ってきました。ワカサギ釣りというとですね、まあ氷の上に穴を開けたいっていうイメージが多いかなと思うんですけど、今回はそうじゃなくて、ドーム船という場所で釣りをするというですね、かなり釣りのシーンもたっぷり撮ってきたので、本格的な初の釣り動画になっています。最初に釣りのシーンをたっぷりお届けして、その後釣ってきたワカサギを料理して、最後ビールで乾杯というところまで行きたいなと思っているので、最後まで楽しんで見ていただけたらと思います。それでは釣り編スタートです。オウ！というところね。ありがてえ。釣れてねえ。残念。あのね、確認してたらあげたほうがいいよ。確認したんだけどな。ちゃんが言ってくれました。さあ、何
りついてるかな。ちゃんとおじちゃんが釣りましたって言っときますから。はい、いい、いい、いい。よっしゃ。これ違うな、多分。あ、するか。よしよしよし。さあ、調理編やっていきたいと思います。ワカサギ20匹ってね、なかなかこう見ると少ないなと思いますが、今日は大切にこちらをですね、片栗粉で揚げてワカサギのフライを作っていきたいと思います。それではワカサギの下処理から、まずは方法をご紹介していきます。このワカサギをザルにまず全部入れます。
はい、ザルに入ったらそこにですねたっぷりお塩をかけていきます。結構たっぷりですね。ザーッとかけていって、でこれを塩で揉んでいきます。表面のぬめり、あとは臭みですね、これをしっかりしっかり取って、あとは汚れなんかも落としていきます。これをだいたい2回から3回やってあげると綺麗なワカサギになります。だいたい1回終わったら水で洗ってあげて、でそれをもう1回という感じでやっていきます。さあ、このように綺麗に表面のぬめりとか汚れが取れました。ワカサギはね、このように綺麗な色をしたお魚です。そしたら衣をつけていきます。でこのワカサギなんですけど、キュウリウオっていう仲間の魚で、あとはアユとかが同じキュウリウオ科なんですけど、本当にですねキュウリのような青臭い匂いがするんです、特に新鮮なものは。なのでぜひ皆さんもワカサギを見かけたら匂いを嗅いでみてください。本当にキュウリのような匂いがします。さあ、このようにざっくり衣がつけ終わったら、いよいよ油で揚げていきます。いやー、いいですね、揚げ物の音最高。あっちぃあっちぃぜ。いいですね、だんだん香ばしい匂いがしてきました。さあ、だいたい揚がったのでキッチンペーパーに取っていきます。カラッといい感じに揚がったので、最後これを盛り付けていきます。盛り付けていって、ワカサギのフライ完成です。いやー、なかなか綺麗に揚がりました。ではでは、早速食べていきたいと思います。それではまずは乾杯。うまい。皆さん、今日も一日お疲れ様でした。では早速揚げたてを食べていきたいと思います。この大きいのからいただきたいと思います。今日はシンプルにお塩でいただきます。うん、これだよ、うまい。このね、大きいワカサギはこの身の甘さと、あとは内臓のちょっとしたこのねほろ苦さがねたまんないんですよね。いやー、うまい。これだ、ビールめっちゃ進みます。今これは好みの問題だと思うんですけど、ちっちゃいワカサギの方が内臓から来る苦味が少ないので美味しいっていう人も結構いて、なので次ちっちゃいワカサギ行ってみたいと思います。うん、そうですね、こっちの方が苦味が少ない、サクサクしてて、で骨までもちろんしっかり柔らかく食べれるので、なんて言うんだろうな、スナック菓子みたいな感覚で、もうどん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 飽きずに食べれる、お味です。で何がいいかって、やっぱりこう自分で釣ってきて、その魚を自分で料理して、でそれでやっぱりこうビールを飲むっていうのがね、もうこれが一番うまいと思いますね。僕は止まんなくなっちゃう。で今回まあ釣果としてはちょっと厳しいものはあったんですけど、まあそれでもやっぱり冬になるとワカサギ釣りに行きたいなって、そしてこの味を食べたいなって思うし、やっぱりすごく楽しい釣りなので、今回まあ初めての本格的なというか、釣れるシーンも釣れないシーンもしっかり動画に収めた、まあ本当に釣りのリアルを、ワカサギ釣りってこういうもんなんだよっていうのをお届けできたかなと思うので、ぜひまだやったことないよっていう方は、あんなにねドーム船っていうこうあったかい場所でできるワカサギ釣りっていうのもあるので、あんな快適な釣りがあるんだってこう知ってもらえたら嬉しいですし、ぜひワカサギ釣りチャレンジしてもらえればなと思います。であとはそうですね、近くでワカサギも結構冬になるとスーパーとかでも手に入るお魚なので、
ぜひ食べていただいて、この美味しさを共有できればなというふうに思うので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。ということで今日はこのあたりでお別れにしたいと思います。福山浩平でした。いやー、もう一本食べちゃう。